りの暮れの風物詩、東京大商店、まもなくスタートです。東京大商店16棟スタートを切りました。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、果たして何が行くのでありましょうか。先頭に立ったのは13番オパノリッキー、10番インカンテーション、それから5番アポロケンタッキー、そしてもう1頭12番ゲイティブレイブ、15番ロンドンタウン、そして6番手に三つ葉、その外に東ウィルウィン、2番タービランス、サブの黒ヒョウがその後ろ、そして内からはサウンドトゥルー、その外シャドウパーティー。16頭第2コーナー右にカーブを取ります。そのうち7番バルダッサーレ、そして外からは16番セイハルコン、その内からはサンドプラチナ、そしてその後ろからコスモカット、外を通りましてハーキュリーズ。縦長になってまいりました。先頭の方はどうなっているか。先頭を行くコパノリッキー、4馬身リード、この辺りちょっと離れているインカンテーション、そしてその後ろからアポロケンタッキー、外から1頭ケイティブレイブ、15番ロンドンタウン、三つ葉、外を通って東ウィルウィン、4番サブの黒ヒョウ、内から1頭2番タービランス。さあ最終コーナーを回ってぐーんと広がった。先頭を行くオレンジの帽子はコパノリッキー。さあこのまま逃げ切ってしまうのか。コパノリッキーが抜け出した。2番手にインカンテーション、ゲイティブレイブ懸命に追う、外をついてゲイティブレイブが来ている。ゲイティブレイブ届くのかどうか。コパノリッキー先頭、外をついてサウンドトゥルーが来ている。どっちだどっちだ、コパノリッキーかサウンドトゥルーか、ほとんど同時です。この子は結構見込みがあるわね。1着13番、2着3番、3着12番以上のように確定しました。